ジェセルは、エジプト第三王朝のファラオ。在位は、紀元前2668年から、紀元前2649年。出生については、諸説あり、先代サナクトの弟説や、サナクトと、ニマートハピトの子供説があるが、ジェセルの別名、ネチェリケトとは、神の肉体を意味し、ジェセルは、聖なるという意味の説答語であることもあり、彼の死後。 多い継承者により神聖性がアピールされていることを考えると王帝説が信憑性を帯びてくる。なお、ジェセルは即位時の名称ではなく階段ピラミッドなどに付けられた名はいずれもネチェリケトである。最初にジェセルという名が発見されたのは彼の階段ピラミッドであったが実際にはそのジェセルという名はエジプト新王国時代に書かれたものだった。 両者が同一人物だと確認されたのは、アスワンのセヘル島にある、飢金の日の碑文であり、第三王朝時代の日付のある部分に、ジェセルの名が刻まれている。ジェセルの時代、エジプトは、市内半島の鉱物資源によって得た富を用いて、勢力拡大に乗り出し、南方のアスワン付近まで進出した。先のセヘル島の碑文も、勢力の拡大を示している。 トート神の神官であった、イムホテプを最小として登用。ナイル川の渇水により、飢饉となった際、ジェセルは、イムホテプに加紋すると、ナイル川の水源の主であるクヌムの神殿に土地を、寄進すれば再び、ナイル川は氾濫するであろうと答えたという。また、史上初のピラミッドとも言われる階段ピラミッドを、サッカラに混流させた、ジェセル王のピラミッド。 ありがとうございます。